えー、今回ですね、えー、311円3.1124時間限定でですね、あの46個の商品を、46個のコンテンツを、なんと311円で24時間限定ですけどね、あのご案内するんですけども、今ちょっとね、そのページを作ってたんですよ。で、まぁ、あ、ちょっとこういろいろやって、細い作業をね、やってたんですけど、 いやー、これね、まあ、見てほしいんで、まず二つお伝えしたいことがありまして、まず一つ目、まず一つ目。あのー、見ていただければ、まあ見、見ないとわかんないと思いますけど、あのー、喋りがね、下手ですね。<laughs> ま、今がうまいかっていうとわかんないですけど、その昔に比べると、やっぱり、まあ、昔のトーンがね、 こんにちは。それでは、始めたいと、思います。みたいなね <laughs>。いや、だいぶ進化したな、みたいな。まあ今回、その、コンプリートボックスで、まあ、バーンって46本出しますけど、昔のやつ、かなり入ってます。なんで、過去の僕ですね。過去の僕。そう、僕が動画をね、講義とか、自分で、今までね、ゴーストライターで、なんや、あのー、やってて、 で、顔出してね、こういう風に抗議したりとかし始めた、もう初めの頃っすね。とかね。見てほしいっすね。よくね、言われるんですけど、吉谷さんは喋れ、もともと喋れたんですよね、とか、喋りが得意なんですよね、とか、なんか、いろいろ言われるわけですよ。だけど、まあ、下手くそっすね、最初は。 最初は下手くそっすね。今はね、ちょっと今深夜でも、ちょっと頭回ってない部分あるんですけど、今、夜の作業しててね、ちょっともうぼやきたいんですけど、まあ、二つ目が本題なんで、まあ、一つ目は、まあまあ、あのー、お伝えしたいことは、まあ、見ていただくとね、あ、吉谷さんもこういう時期があったのか、というところでございますね。うん、喋り全然うまくないですよ。まあ、今がうまいっていうわけじゃないですけど、その、喋りのそのトーンだったりとか、口調だったりとか、 多分全然違いますね。うん。だから自分で見ててね、なんか全然ちゃうなと思いましたからね。うん。今も僕原稿で講義作ってますけど、今原稿で作ってる講義と全然違いますよ。やっぱ。うん。だからまあそこからまあ見て、そこから感じてほしいのが、まあやればできるよって話です。まあ僕ほどやる人はいないと思うんで、あのー、あれですけど、まあまあやればね。まあまあやれば。 うまくなりますよ。うん。で、もともと僕はあの動画撮るの嫌でしたからね。嫌いでしたから。まあ今はもう空気みたいになってるので全然あれなんですけど、もともと喋るの苦手だし、ほ本当ね、前の前職の会社の社員の人しかわかんないと思いますね。うん。だって、本当に会社の中で僕喋ってないですもん。で、会議とかあるじゃないですか。会議で僕意見言わないですからね、一切。 はい、はいは言います。わかりました。やっときます。わかりました。はい、やっときます。まあ、これぐらいですね。会議で僕が言うのは。うん。まあ、ほぼ喋んないですよ。そう。まあ、それはね、あの、もともとその、なんだろうな。あの、ずっとまあ、文書こう書いてたんで、うん、まあそ、そ、そんな感じですよ。うん。だから今思うと、なんか自分で思うんですけど、 変わったなっていうそれ、それ見ながらね、今今回この作りながら、久しぶりに、全然ちゃうなっていうね。うん。だから人は変われるってことです。やればね。ある程度は。うん。まあ手越さんみたいにはなれないかもしれないですけどね。宮迫さんみたいにもなれないかもしれないですけど、まあまあある程度はね、喋れるようになると思いますよ。やれば。で、 この2つ目が本題なんですけど、まあカスタムサムネイルでもね、書きました、あの書いてると思いますけど、あの今回その46個あるわけですよ。で、まあ僕、ドリームアカデミアでも言ってるんですけど、パクレってことを言ってるわけですよ。パクレと。で、今回、まあ、えー、通信講座、コンプリートボックスみたいな感じで46個通信講座でいろんなその、えー、カリクラム、講義があるんですけど、えー、前半はホワイトボード、前半、何個だ多分おそらくね、 十何個か二十個ぐらいはホワイトボードかな。で、残りの半分以上はあのスライドショーです。顔を出してないバージョンのスライドショーです。まあ、あの、僕、Mac のキーノート使ってるんですけど、そのスライドショーで撮ってるんですよ。二十個以上。多分。うん。で、その一語一句をコピペして、もう使っていいです。もう一度言いますね。<laughs> まあ、ホワイトボードのは、 まあ喋ってるのを文字起こししないといけない大変じゃないですか。でもスライドって、まああれですよね。書いてあることわかるので。もうそれもうコピペはできないですけど、まあ自分でね。あ,あなるほどね。みたいな。で、自分が46個のうち、まあその、まあスライドショーに関しては20個以上あると思うんですけど、それでいいなと思ったのを、もうそのままパクって使ってください。著作権者が OK 出してるんで問題ないです。パクれと。 まあ何が言いたいのかっていうと、今回その311円で仕入れられるわけです。311円でパクれるものを仕入れられるわけですよ。で、それを、例えば1000円で売るじゃないですか。え、利益出ませんもしくは無料プレゼントでもいいじゃないですか。リスト取れますよ。みんなコンテンツが作れません、プレゼント作れません言うてるわけですよ。うん。やっぱクればいいじゃないですか。コピペして。 コピペ、コピペはできない。すいません。コピペっていうのは、まあ、まあ、当てはげめですけど、まあ、その、そのまま、スライドショーの文章をそのままもう、一語一句使っていいって言ってるわけですから、これでやらないんだったら、まあ、それはしょうがないですよね。だって、講義も勉強するじゃないですか。で、講義も勉強して、その講義で書いてあるスライドショーの言葉も全部使っていいよって言ってるんですよ。うん。 だから、いくらでも、まあ、その無料コンテンツ、無料プレゼントもく今回のね、311円で仕入れてで、無料プレゼントするのか、1000円で売るのか、2000円で売るのか、3000円で売るのか、1万円で売るのか、もう自由に決めていただいてもいいんですけど、まあ、少なくても利益出ますよ、やれば。ね、311円仕入れで、例えばじゃあ、1講義を1000円で売ったとするじゃないですか、利益めっちゃ出ません <laughs> どうすか。うーん。 だから、あとは、まあ、なんだろうな。や、や、やる気ある人は、もう、絶対買った方がいいんじゃないかなと思いますね。こんだけパクれるネタ元があるわけじゃないですか、ね。で、パクっていいよっていう。で、基本的に僕は、あの、スライドショーのコンテンツってあんま作ってないんですよ、今。ホワイトボードで全部やっちゃってるんで、だから20個以上、そのスライドショーのコンテンツがあるっていうのは、もう、すごくパクりやすいと思いますよ。だから、ドリームアカデミアのコンテンツとかも、 もうほぼホワイトボードで今やってますんで。昔、その通信講座っていうのはやってたんですよ。で、その時に、まあ、提供していた、まあね、有料で提供してたやつなんですけど、ね。で、スライドショーで作ってたんですよ。後半は。全部。うん。だからいいなと思ったやつは、それ使っていただければいいんじゃないかなと思います。うん。1個でも2個でも売れたらもう利益じゃないですか。どうすか。500円で売っても利益ですよ。1講義500円で売っても,も利益出るんですよ。 あとやるかやらないかですよね。うん。だから、ここまで言ってる販売者って、たまあまあいないと思いますよ。本当に。まあ、ほんと僕はドリアカでもパクレってめっちゃ言ってるんで。でね、こんなこと言うと、吉谷さんと、あの、なんだその、それは吉谷さんが言うから価値があって、初心者の僕が言って価値は出るのかって話なんですけど、価値は出ます。知らない人が聞けば価値は出るんですよ。わかります じゃあ、例えばでしょ例えば、分かりやすく言うならば、うん、じゃあ、LINE の使い方あるとするじゃないですか。じゃあ、おじいちゃん、おじいちゃん、おばあちゃんイメージしてほしいんですけど、まあ、最近、あの、なんだあの、娘と LINE したいんだけど、よくわかんないねんって言ってる困ってる人いるじゃないですか。LINE の使い方が分かりませんっていう困ってるおじいちゃん、おばあちゃんいますよね。じゃあ、LINE の使い方をあなたが教えるのか、 もしくは、LINE の先生が教えるのか、どっちでも良くないですか言ってること,と一緒なんですよ。もう一度すね。<laughs> LINE の使い方を、おじいちゃんおばあちゃんいるじゃないですか。ねで、LINE の使い方を、先生が教えるのか、えー、あなたが教えるのか。でどっちでも良くないですかまあ、選ぶとするならば、まあ、あの、感じがいい人じゃないですか。 <laughs> ちゃんと丁寧に教えてくれれば。別に先生じゃなくても、おじいちゃん、あの、それは、まず LINE っていうの。じゃあ、まずアイ、スマホちょっと持ってきてもらっていいですかみたいな。で、その Apple Store みたいな、この Apple のそのアイコン、じゃあタップしましょうと。そこにタップしたら、LINE って、あ、じゃあここだ、LINE って入れて、あ、これ出てきたね。これインストールしましょうえ、これ、<laughs> 誰でもよくないですかえ、これ価値変わります 価値が変わるとするならば、伝え方を丁寧にやるかやらないかじゃないですか。ね。どんなにすごい先生でも、一緒ですよね。そのすごい先生はね <laughs>、なんか、なんか、宇宙から LINE アプリを持ってきて、バーンみたいに入れるとかね。まあ、ようわかんないですけど <laughs>。一緒ですよね、こうで <laughs>。 分かりますだから初心者の人が教えようがプロの人が教えようがその困っている人知らない人に情報を伝えるんであるならば価値になるわけですあとはどのように伝えるかぐらいです親切丁寧に伝えるのかっていう話ですよね。だからその講義を聞いて親切丁寧に分かりやすく講義をねしっかり聞いてなるほどこういうことなのかって理解した上で、えー、分かりやすく解説すればいいだけじゃないですか そうじゃないですかでねあとねもうとっておきのね方法もお伝えしときますけど僕はあのサポートするわけですよねあの質問ともう質問コーナーもなんだもう400本以上やってると思うんですけどね質問コーナーもね400本以上やってるわけじゃないですかね吉田さんあのこの前あの吉谷さんに言われた通り、ありパクって無料あのちょっとちょっとねあの有料はまあ確かに有料で売りたかったんだけどまあうちリストもないのでなんだ 無料で配ったてでそのまあ吉田さんパクって無料で配ってでまあリストが取れてでその無料のね吉田さんがパクったコンテンツをね、えー、見てくれたお客さんからこんな質問来たんですけどちょっとどう対応したらいいですかねっていう質問をするじゃないですか <laughs>。 で、それに対しては僕、僕そういうふうに回答しといてくださいって、僕は、あの、回答の仕方を、あの、Q&A で言うじゃないですか。もうそれ流せばいいじゃないですか。<laughs> <laughs> もう本当にやるだけですからね。ここまで譲渡してる人、まあまあいないですよ。<laughs> だから実際、ドリアカの熟成さんでもね、前結構いましたよ。吉田さん、あの、メルマガの読者さんでこんなの来たんですけど、僕はこう思うんですけど、 吉田さんどう思いますみたいな。いや、俺のリストちゃうやんみたいなね。もう全然やってますからね、それでも。どうですかだから僕をどう使うかですよね。だから商品を買うってことは、僕のサポートを受けられる、その、なんだあのコネクションも出るわけじゃないですか。そうじゃないですか。<laughs> あとはやるかやらないかですね。ここまで言って。でね、じゃあ、例えば、今の話を。 現場レベルで持っていくと、じゃあ医者、医者とか、医者とかもそうなんですけど、医者の人も最初初心者なわけじゃないですか。ね。最初初心者ですよね。まあ、医者、医者、ね。白衣着たらプロに見えるけど、絶対初心者の時あるんですよ。初初心みたいな。こうやって、こうやってお客さん、お客さん、まあ、患者さんのが来てね、こうやって初めてこう、やる時があるわけですよ。確かに白衣は来てプロだけど、一人目みたいなね。 でねこれまあそらくなんですけどおそらくなんですけど、まあ、こうやって心臓なんかこうやるじゃないですか多分多分まあこれ分かんないですけどで血圧とか見て「多分あの風邪ですね」みたいな「風邪ですね」みたいな「ちょっと薬出しときますね」ってみたいな。で さっきの心拍数どういうことやみたいなね。あとで調べるとかね <laughs>。まあこれは妄想ですけどね。でも初心者だから分かんないわけですよね。現場分かんないから。じゃあ後で多分調べたりとか、もしくはね、先輩の,せんあの先生、医師にね、すいません、こういう患者さんいたんですけど、どう対応したらいいですかって聞いてませんえ、どう思いますえ、初心者の初めて現場に入った医師が先輩の 先輩に聞きもせず本,本も読まず完璧にその患者を対応できると思います。もう一度言いますね。<laughs> 医師初めて患者を対応していくその中で先輩にも一つも聞かない本も読まない誰にも聞かないで自分の学んだことだけで全部対応できると思います。無理です。 無理。絶対先輩の医師に聞くし、本も勉強するし。え、そうは思いませんかだから、最初の初心者の段階では、それが仕方ないんですよ。でも、それをやってプロになっていくんですよ。現場のプロに。分かりますかだから、よく初心者だからできませんっていう。だから、やらないからずっと初心者なんですよ。 やらないからずっと初心者なんですよ、うん。プロになりたいんだったら、プロの収入を得たいんだったら、その工程は、そのステップは絶対必要なんで。うん。だからね、なんか勘違いしてるんですよね。じゃプロのプロになるために何しないといけないんだろう。医師でおお客患者さんを見れていくんだったら、患者さんを何人対応するかじゃないですか。もちろん、ね。 あのそのブラックジャックじゃないんですけどめちゃめちゃすげえ天才のねなんかもうこのできる人だったらわかんないですけどある程度数こなさないとまあまあできないですよ多分震えますよ最初多分震えてますよ多分ねだからまず最初はねそこを超えてほしいなっていうところでそこまでねその商品買った後のそのなんだそこまで譲渡してるわけですから僕はね うん、いくらでも質問くればね、いくらでも回答しますよ。無限に。まあ生きてればね。うん。だからあとはもうパクってやれって話です。でね、今回、その <laughs>、なんだ、あの、46個の講義の中に、46個の講義の中に、えっ、ー、と、このパクレっていうねあ、ありますから。そう。なんだっけな。 TTR と TTP で1億稼ぐ方法です。TTR と TTP で1億稼ぐ方法っていうのがあって、これちょっとね、余談なんですけど、TTR と TTP で1億稼ぐ方法っていうの四46個の中に入ってるんですけど、それね、あの、前、特典で配ったんですよ。で、で、去年だったかな去年、特典で1個配ったんですよ、それ。で、あのー、買った人から、吉永さん、クレームじゃないですけど、これ、 講義切れてますみみたたいいなな、ね、マジでみたいな抗議切れてるってどういうことみたいな <laughs> で。で実際確認したら、まあ僕確認してない僕が悪いんですけど、ただ、切れてるんですよ。えー、みたいな。切れてるってこれどういうことみたいな <laughs>。え、さすがに切れてるままアップロードするこう途中、でも YouTube にアップロードし,し,した後に切れるってこともねえから、これどういうことなんだろうみたいなね。 でも切れた、切れてる動画は、有料でアップロードしてたのかみたいな。なんか、いろいろ考えたんですけど、まあ、よくわかんないから、もう、じゃあ、新しく作っちゃえっ,つって、その、追加講義を作ったんですよ、すぐ。すいません、と、追加で作りました、みたいな。だから、TTR と TTP は、あの、追加講義があります。そのね、切れてるんで。で、それで、あの、そこでいただいた、意見いただいたお客さんから言われたのが、吉野さん、やりました。<laughs> やりますもうやるしかないですみたいな <laughs> まあそこでもめちゃ言ったんでその2回目のその追,追加講義でねそううんまあい,いあのネットビジネスで稼ぐ方法ってあのね集客するためのコンテンツを作るまあ,あの広告使わないんだったら僕は広告は推奨してないのでまあ推奨してないというよりかは、うん、1人で稼ぐんだったら別にいらないよねっていう僕はね まあ、いくらでもコンテンツ作れるし、であとはリスクないのでこうあの無料でだけでやれば。で、コンテンツ力がつくんで、分かりますだから、あの広告運用は全然いいんですけど、それは中級・上級になってステップメールの力とかコンテンツ力ができるようになったら広告で回しても分回してもいいんですよ。ただし 広告をクリックしてステップメールの内容が悪い、LP の精度が悪い、あと提供するね、例えばステップメールで動画を提供するんだったら、その教育動画の質が悪かったらコンバージョン悪くなるんで、だから赤字になるんですよ。だから去年だったかな、Facebook 広告回して10万ぐらい赤字ですみたいな。だからそうなったらダメじゃないですか。ね、赤字垂れ流しだったら持たなくないですか だから、まずは無料でコンテンツ力を作るっていう上でも、無料集客をしてコンテンツ力を作っていく。で、ある程度売り上げ作れるようになってきた。こう回せるなってなったら、Facebook 広告とかで自動で回せばいいんですよ。だけどね、ここのコンテンツ力ないのに、なんか自動でやろうとしてる人多すぎて、わかりますコンテンツ力ないのに LP 作り出すとかね。いやいや、LP ですごいレター作れたとしても、ね。 直撃で今買わないですからね。昔はありましたよ。1枚のセールスレターで直撃で売れるっていう時代は。今無理です直撃で売るのは。まず無料でリストを獲得して、そこから教育していって売るって、売らないと無理です。本当に。で、さらに言うと、今はそのフリーで、フリーのものを提供してリストを集めるっていうのはどこかしこもやってるわけですよ。だから、他との差別化がある程度ないと、あなたを選んでくれないわけですよね。コンテンツ力がないと。 だから僕はまず無料でコンテンツ力を作る。で、無料集客して無料でコンテンツ力を作るっていう、ここに徹しろと。まずはね。で、そこで無料で集客をして、コンテンツ力も上げて、しっかり売り上げを作った後、別に出せばいいんじゃないっていう。うん。で、あとは、まあ僕はまあ4年間広告0円でやってるわけですよ。で、僕の熟成さんももちろん広告回してる人もいますよ。 だけど、無料でやってる人も多くいますから、ね。だから、無料でもできるんですよ。ただ、これは個人の話をしてます。一人で個人で稼いでいくっていう話です。ただ、会社でね、会社規模で大きく事業を大きくしていきたい従業員何人もいます。は、絶対広告回さないとダメです。このパターンは。僕も昔広告、ま、回してましたけど、その従業員がいて会社規模を大きくしていくっていうところであるならば、広告は絶対使うべきです。 絶対ですただ僕はもう1人なんで1人の場合はねあの多分まあこの動画見られてるの方の中で、うん、従業員20人30人40人50人雇って年商100億200億300億目指す人ってまあまあ少ないと思うんですよ目,ざ目指してますもし,もし目指してるんだったら会社経営でね社長として従業員雇って会社規模を大きくして顧客リスト何百万リスト何千万リスト集めて大きくビジネスを展開していくんだっていうことだったら僕じゃないです。 それは僕じゃないです。僕は一人で自由に稼ぐっていうスタイルなんで、今。で、それを教えてます。で、一人で自由に稼ぐっていうスタイルであるならば、無料で全然 OK です。てか、無料でいけます。無料を極めちゃえば、だってもう利益しか出ないんですよ。しかも楽。毎日毎日、ね、Facebook の管理画面見る必要ない。ゼロ。Facebook の管理画面ゼロ。えあの損益分岐点考えることゼロ。ね、もうコンテンツのみに集中すればいいだけなんで。 あのね、あの、広告のね、損益分岐点で毎回考えるのしんどいですからね。ね、しかも、上がってるときはいいんですけど、コンバージョン落ち始めたときに、うん、どこにテコ入れするとかね、ちょっと広告、また違うとこ出そうかなって、またここも面倒くさいんですよ。<laughs> でも、無料だったらそれ、そんなこと1ミリも考えなくていいんで。だって0円集客なんで。 それ0円集客から売り上げ上がれば、コンテンツビジネスはもうほぼ100%利益ですからね。うん。だからまあ僕が借金返せた理由も、まあ今回ね、えー、親に車もプレゼントできた理由も、まあ0円集客だったからですね。うん。そう。だからまあ一人でね、僕みたいに自由に稼ぎたいっていうことであるならば、まあ無料で十分です。ただ、まあ、 なんだ吉谷さ,さんみたいにガツガツやりたくないっていう場合はある程度コンテンツ力つけたら広告勉強していただいて広告で回していただければいいんじゃないかなと前その熟成さんでマサキングっていうマサキングっているんですけどその子は今フェイスブックで広告回して300万ぐらいですかね利,利益で 200, 200万から300万ぐらい上げてると思いますだフェイスブック広告も100万ぐらいぶち込んでるのかなうんまあそういうふうにやってもらっても全然いいですよ うん、大体200万とか300万利益が出ます。じゃあ100万ぐらいこの、なんだうーん、広告費に投入するっていう。うん。まあ、ぶっちゃけ楽ですね。<laughs> だって日々のコンテンツ作らなくていいので。ただし、日々のコンテンツ作らないとコンテンツ力が低下するので。で、コンテンツビジネスの主力っていうのはコンテンツ力なのでえ。そうじゃないですか。商品、コンテンツなので、そのコンテンツを作らなくなったらコンテンツ力が落ちるんで。 これ結構ね、罠ですね。で、大体その自動で、Facebook 広告とかで自動でね、ある程度仕組み化に回るじゃないですか。まあやらなくなりますよ。コンテンツ作らなくなります。毎日ステップメール書くとかね、毎日動画撮るとかね、まあやらないですよ。で、なんか、どっか旅行行くとかね、遊びに行くとか、なんかそういう風にはして読んで、で、どんどんスキル落ちていくんで、スキルは磨かないと落ちるんで。 あの剣みたいなもんです包丁みたいなもんで研がないと錆びていくんでマジで、うん、もちろんある程度ね身につければその貯金はあるんだけどあまりにも使わないと錆びてきますから筋肉もどんどん使わないと落ちていくでしょそれと一緒ですだから僕はずっと喋り続けてるんで昔に比べると間違いなくこのトークのねこのテンポだったりとかまあパンポンポンポンこうなんか話せるようになってます うん、だからそれはもうこれからもずっとこれ絶対必要だなと思うんでずっと喋っていきますけどねうんそのだからブログも去年から毎日書き始めて毎日投稿始めてやっぱ良かったなと思いますねまあ僕は昔のストックがあるのであのまあ書けないことはないんですけどやっぱ書いてみてやっぱその良かったですねうん文章をこうキーボードをまた叩くっていうことをやってやっぱ良かったなと思いますね だからこれもずっと続けていこう。まあ、ブログは10年続けていくっていうことで10年やりますけど、まあ、動画もね、動画の方が簡単なんで、だからまあ、死ぬまで多分、ね、動画1本とかね、余裕で撮れますから、1本ぐらいだったら。<laughs> 1日5分とか10分余裕で喋れますからね。らぼやきなんか、ぼやきだったら1時間ぐらい多分ぼやけると思うんで。<laughs> そう。今、今何時だ今3時ですね。 ずっとね、そのペなんかちょっと怖いのね、やってたんで、眠いですけど、まあ、ちょっとさ最後の方、ゾーン少し入ったんで喋りましたけど、ちょっともう、朦朧としてますね。はい、まあ、いろいろ申し上げましたけど、そのパクレってことです。パパクって OK なので、OK ですか。だからあ、本当にネットビジネスで稼ぎたいっていう場合は、今回、もう本当に安くね、 コンテンツを仕入れられるわけなのでビジネスっていうのは安く仕入れて高く売るっていうのは鉄則ですこれ基本ですよね大丈夫ですよね安く仕入れて高く売るこれがビジネスの鉄則ですで今回311円で46個のコンテンツを仕入れられるわけですあとはどういうふうに加工してこう出していくのか 昔僕無料でね、インスタグラムのセミナー映像を配ったことがありまして、で、お客さんの中で、その無料、セミナー映像をね、セミナー映像を書き起こして PDF にして、ここならで売って、3000円とかで50人ぐらい売ったとか言ってたかな。3000円で50人か40人でしょだから10万以上か。ちょっと計算していいですか ?3000 円で50人だったらいくらだ。3000円で50人。 15万ぐらいですかどうですか無料仕入れで15万ですよ。<laughs> ここならで出しました。要は無料、あの、自分のプラットフォームがないから、ここならっていうところを使って、ここなら、まあまあ、集客されてるじゃないですか。まあ、今はわかんないですけど。2年前ぐらいですかねそれ、2、3年前の話ですけど。今もここならありますよね多分。だから自分でメディアがない場合は、まあ、そういうとこを使ってもいい,いいでしょうね。あ,あ、まだありますね。 PPC も出してますね、ここなら。うん。だここでもしかしたら、まあ、その、ものによっては出すだけで売れるっていうパターンもあるかもしれないですよね、ものによったら。うん。まあ、でも今ね、結構出品者多いんで、ライバルは多いと思いますけど。うん。だから、もう本当ね、やるだけですから。 だから、その医師の人も最初、現場初心者ですからねど、どうやってプロになっていくのかって話で、うん、そこを超えないといつまでも初心者ですよ、初心者だからできないんじゃなくて、やらないから初心者のままな,なんですよ、ずっと。うん、だから、実際にね、僕があの今、こうやって喋ってますけれども、まあ、前のね、僕の、えー、なんかトーク聞いていただいて、まあ、明らかに多分、ちょっと今の違うと思いますんで。 吉野さんもこういう時代あったのかなっていうとこだったりとかあなんか分かりづれんなとかね何言ってんのみたいなねあると思いますだからそ,それも完備してあの聞いていただけると、まあ、いろんな学びがあるんじゃないかなと自分ができていないとこだったり欠けているところだから僕はだから今の話からお伝えするならばその喋りが下手でもやってたわけですよわかります恥ずかしいけどやってたわけですよねっ <laughs> っていう時期があるわけです、うん、最初から僕が、えー、できたかっていうとできないですよ。だってもう10年ぐらい喋ってないですからね。だらそれはすみません。昔の会社の現場のスタッフしか僕のわかんないですけど、本当に喋ってないですから。マジで会社で。だって、喋りながらセールスレターかけます無理でしょ。う。喋 <laughs> りながらね。<laughs> ステップメールかけます ?1 日20通とか。喋りながら。 だから僕会議が一番嫌でしたからね。もう会議で1、2時間、こう 1, 時間ステップメールレターかけるやんみたいな。もう会議が一番嫌でしたね。しかもまとまらない感じの <laughs>。会議やっても大体まとまらないし、まとまったとしても結局形にしないといけないので。いや、だったらもう現場でパンプって決めてやっちゃった方が売り上げになるんですよ。 っってて僕は思ってましたけどね、まあ、でも組織が動いていく上では会議っていうのは多分必要だと思うんですけどだから僕はまあやっぱ組織に合わなかったんでしょうね、うん、<laughs> やっぱ一人でねグイグイやっていくのがやっぱ僕は合ってんじゃないかなと思います、ね、だからまあこの動画を見られてる方の中で人を動かせるリーダーになれる、うん、組織の社長で人を使えるっていう場合は自分ができない 自分何もできなくても人に例えば動画編集できる人だったりとかライティングできる人だったりとかこう集めてねやらしてまとめて売り上げ作るってこともできますまあどっちでもいいと思いますよ僕は人をちょっと苦手ですからそこはだからもうめちゃめちゃ言われましたからね吉谷は人を使えるようになんないといけないっていうでも僕が出した結論は自分で自分を使った方がもう圧倒的に効率がいいっていう 自分で自分を使った方が、もうめちゃくちゃコスパいいっていうことに僕は気づきましたね。うん、僕はですよ。まあ人それぞれ違うので。ただその規模感覚ですよね。僕のスタイルだと、例えば年賞100億とか年賞1000億は絶対無理ですよ。絶対だって一人なんだから。一人なんだからそれは無理でしょ。うん、だからどこ目指してますかっていうところですね。 だから僕はドリームアカデミアで一人で自由に稼ぐ月収100万っていうところで、ここなんですよ。わかります月収1000万じゃないです。月収2000万じゃないです。月収1億じゃないです。月収100万一人で。ここのラインです。僕が教えたいのは。僕もそのスタイルで今やってるんで。だからもしそのスタイルで行きたいんだったら、もう今回仕入れてパクって使ってやってください。自分で。うーん。 やっぱりコンテンツビジネス、情報ビジネスやる上で、自分でコンテンツが作れないっていうのは、もう、ダメですから、それはうん。だって集客もできない、商品も作れないってことじゃないですか。ただ、まあ、今回の仕入れれば、その無料プレゼントのネタだったりとか、まあ、なんだ、コンテンツのネタになるわけじゃないですか。商品のネタだったりとか。パク、一ちご1パクっていいよとしかも顔出しせずね、スライドショーでやってる動画が20本以上あるわけじゃないですか。 できますよね。顔出しし。僕の塾生さんでも顔出ししてない人まあまあいますよ。そのスライドショーでやってるや人。うん。だから顔出ししないんだったらスライドショーを作れるようになった方が絶対いいですから。うん。はい。ということで、いろいろとお伝えしましたけど、とりあえずパクれってことですね。はい。3月11日、20、あの0時ぐらいに流しますので、24時間限定です。ね。311円ですよ。 24時間限定です。46個のコンテンツが。で、裏メルマガの方で流しますので、えー、興味ある方は3月11日までに登録しといてください。この YouTube の下に入れておきます。では。